スクロベーニ礼拝堂の弟子の足を洗うキリスト最後の晩餐はジョットが1303年から1305年頃にかけてバドバのスクロベーニ礼拝堂に制作したフレスコによる壁画イエスの受難物語の一場面であり礼拝堂の祭壇に向かって右側の壁面の中央下部に描かれているこの作品は ヨハネによる福音書13時21分 -26 の場面を描いている。イエスがこれらのことを言われた後、その心が騒ぎ、おごそかに言われた。よくよくあなた方に言っておく。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰のことを言われたのか察しかねて互いに顔を見合わせた。弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が、 身胸に近く席についていた。そこで、シモンペテロは彼に合図をしていった、誰のことをおっしゃったのか、知らせてくれ。その弟子はそのまま、イエスの胸に寄りかかって、主よ、誰のことですかと尋ねると、イエスは答えられた。私が一切れの食物を浸して与えるものが、それである。この場面の描き方は、ビサンティン美術の図像学を踏襲しているが、パンを分け与える表現は、 ローマの伝統である。場面は屋内であるが、二面の壁面を覗いたような表現によって内部が見えるようになっており、ジョットは誰がキリストを裏切るのかと不審に思っている人たち、表情を描いている。食卓に着いた人たちの配置も効果的で、横からやや見下ろすような視点で捉えられた人々の姿には重なりもない。黄色い上着を着た。 イスカリオテのユダはイエスの間近に座り、イエスと同じ皿に手を伸ばしている。他方でヨハネは典型的な図像学的表現に従ってイエスにもたれかかって眠っている。後輩は黒く塗りつぶされているが、これは後代になってからランダムに、また画家の意に反して行われたものであり、その後科学的作用で問題を生じさせることとなった。もともとは後輩の描き方には、 階級的な差がつけられていたとされており、キリストの後輩は浮き彫りのような金箔が施され、十字が赤で描かれているが、使徒たちの後輩では金色の絵の具が塗られていただけであり、イスカリオテのユダには光が描かれていない。使徒たちの後輩は顔の前に浮いているかのように見える。中央で背中を向けている使徒の着衣の金色の刺繍など細部は聖地に描かれており、 部屋の建物の屋根を飾る、モザイク装飾として2羽の鳥が描かれていることから、連作の次の場面である、弟子の足を洗うキリストと同じ場所であることが示されている。部屋の内壁は、当時の土壁のように描かれている。人たちの着衣は、様々なパステル色で描かれており、連作の他の場面においても同じ色が、一貫しているので、見れば、誰かが、すぐわかるようになっており。 光の効果によって立体的な現実感が強調されている上、ベンチより下は影になるように描かれており、この場面の空間設定が理解され、安いよう配慮されている。ミュンヘンのアルテピナコテークにはイエス・キリストの生涯を描いた祭壇画の連作に組み込まれたパネルの一枚であった最後の晩餐が所蔵されている。成立年代については、 諸説があるが、スクロベーニレイに礼拝堂のフレスコ画よりも後の作品とされている。イエスとイスカリオテのユダの着席順など表現には、スクロベーニレイに礼拝堂の作品との違いが認められる。この作品は、1805年に当時のバイエルン国王であったルートビヒ一世が購入し、アルテピナコテークに引き継がれている。ありがとうございます。